暗号通貨の税制が変わるかもしれません。もしかしたらものすごくですね、暗号通貨の税金が払っても遜色ないような形になるのかもしれませんね。新しい石破内閣組閣の中でデジタル大臣、こちらの方でですね、平大臣というのが就任してるわけですけども、その就任記者会見でこのような記事が出ております。ブロックチェーン普及のために最も緩和が必要な規制は税制ということでね、その通りでしょう。そもそもこの平大臣はずっとね、暗号通貨の税制、この規制を緩やかにして、もっともっと日本をね、暗号通貨の発展に寄与させるべきだというふうに訴えかけてくれていたんですよ。このニュースはどうですかね、日本の暗号通貨業界を結構刺激しませんかね。今回 Web3 にも言及されています。石破新内閣でデジタル大臣に任命された平野正明議員は2日就任会見を行った。ブロックチェーン技術の普及に最も必要な規制緩和は税制であるなどと話し、 Web3 に関する質問にも回答していると。まさに暗号通貨の利益確定をするための税金がね、高すぎるんですよね。そもそも暗号通貨を通貨と位置づけたのもなんだかね、ドタバタで訴求して税制を適用みたいな感じで、当時の麻生財務大臣、結構ね、私も叩いた記事を作ったような気がします。で、そこからもう10年ぐらい経つのかな、10年も経たないのかな、5、6年かな、まあちょっと分かんないですけども、7年8年ぐらいだったかな、もう曖昧ですけどもね。あれからずっとどういう風になるんだろうと、FX や株式並みの2割にならないのかっていうところで、吸ったもんだったわけですけども、今回ですね、就任会見は大部分が質疑応答に時間が割かれた。その前の挨拶では、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化を進めよう、 AI など新しい技術の活用も含めて関連する取り組みを強力に進めてまいりたいと考えておりますと語っていたわけですね。その後、平大臣は一番は税制だと思いますと。これはどんな質問に対して答えたかというと、ブロックチェーン技術の普及のために必要な緩和措置は何かってことなんですよね。税制がキツキツ複雑、税金が高すぎてブロックチェーンの普及に関する事業が立ち上がりにくいってことなんですよ。その通りでしょ。まずはビットコインでもイーサリアムでも暗号通貨同士の交換に課税するのはやめろと。せっかく大きな含み益を持っていても、あっという間にその含み益はぶっ飛んじまうような税制なんですよ。特に送り人なんて言葉がありましたけども、送り人がどう考えても生まれないような仕組みにしているんですよね。はい。で、税制について言える方ではないので、そこはノーコメントって書いてますけども、何らかのね、これが暗号通貨の活性化に人たちを浴びせるものになればいいですよね。それでは今回は以上です。